皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。今回は今更聞けない Zoom の使い方というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、 Zoom は、今このコロナウイルスの影響で自粛とか自宅待機になっている中ですごく注目がされているオンライン会議のツールですね。で、今回はアカウントの作り方とそれの招待の仕方、それから参加の仕方、あと最近はZoom のセキュリティの問題で知らない人が突然乱入してきて不適切な行動したりとかっていうのがニュースになってます。ただこれも使い方によってはきちんと対策ができるので、その辺の観点でもご説明していけたらなと思います。それでは早速始めていきましょう。まず Zoom のアカウントを一緒に作っていきましょう。 Google で Zoom って検索してもらうと一番上に公式のページが出てくるので、それをクリックしていただいて、でサインアップが Zoom は無料でできるので無料でこのアカウントを作っていきます。右上のサインアップのボタンを押してもらうとメールアドレスを入れるか Google と Facebook と連携するかを選べるので、そこで選択をして情報を入れていきます。今回はメールアドレスを入れて作るところからやっていきたいと思います。メールアドレス入れてサインアップを押すとメールが送付されるので、メールの方を開いて、でメールにあるアクティブなアカウントというところから登録のページに飛んでいきます。ここで名前と名字とパスワードを入れていきます。全部入れられたら続けるにすると仲間を増やしましょうっていうページ出てくるんですが、これは無視してもらって大丈夫なので手順をスキップする。でテストミーティングを開始するっていうのがあるのでテスト的に使うこともできますが、もうミーティング自体を今すぐ開始しちゃっても大丈夫と思います。で今すぐ開始にするとこの Zoom をダウンロードするページに行くので、このアプリケーションをダウンロードしていきたいと思います。ここに本当だと zoom.us を開くって出るんですけど出てこないので Zoom をダウンロードして実行っていうところを押してダウンロードをしていきます。ダウンロードできたらあとは手順に従ってインストールしていけばアカウントの登録とインストールがもう完了です。たったこれだけです。できたらサインインを押して先ほどの自分が登録したメールアドレスとパスワードでサインインしていきます。はい、たったこれだけでまずアカウント登録は完了です。次に自分が主催者になって、ミーティングを開始する時のやり方を説明していきます。先ほどの Zoom の画面でこのスケジュールをクリックしてもらうとトピックでミーティングの名前を入れて、であとは日付ですね、何月何日の何時何時っていうのが選べるようになってます。でここがセキュリティ的に大事で、ミーティング ID は自分のこの決まってる個人のミーティング ID だと固定されてしまうので、できれば毎回使い捨てのこの自動的に生成にした方がいいです。でその下のパスワード、これが、先日のそのセキュリティの事故から必須デフォルトで入るようになりましたので、パスワードは必須で入れましょう。であとは基本的なところはこのままで大丈夫で、スケジュールを押します。はい、そうするとここにスケジュール登録が出てきて、クリックするとこの招待のコピーっていうのがあるので、これをコピーしておくとこの内容ですね、時間になったらこの URL から参加してくださいねっていうのと、ミーティングの ID とかパスワードっていうのがコピーされます。なのでこれをこのまま友達とかお客様とかに共有しておいて、時間になったら入ってもらえればこれでウェブ会議は開始できます。では実際に入った時に注意すること、会議を始めた時に注意することっていうのを次にお話ししていきます。まずこのミーティングを開始しますね。開始してコンピュータオーディオに参加して、これで会議が始まってます。
ちょっとバッグが桜になってる。まあいいか。で、ちょっと私の iPad から人が入ってきた手で入ってみたいと思います。はい。で、入ってくると今ここがですね、必ず待機室っていうものに一旦参加するので、許可をするまでは入れないようになってます。なのでホストの方はこれで人が入ってきたら許可するってすると、もう一人参加ができるようになるっていう流れです。あと2つかな。2つ主催者の方がやっておいた方がいいのは、この画面の共有ですね。画面の共有は、同時に1名の参加者が共有可能、いろんな方が可能共有できる状態にしておかないっていうことと、この参加者の管理を押してもらうと、この横に詳細っていうボタンが出てきます。これを押してもらうと、このミーティングのロックっていうのがあって、このロックをしておくと、もう今全員揃ってれば新しい出席の方が、出席者は参加できなくなるっていう設定ができるので、これもオンにしておくことをおすすめします。はい、たったこれだけでウェブの会議ができるようになりました。最後は URL が送られてきた側の参加の仕方なんですけど、これはもう本当にめっちゃ簡単で、はい、URL をクリックするとミーティングに参加ってなるので、ビデオのオンかオフかだけを選んで、ビデオオンで参加にして、少し待つともうつながってコンピューターオーディオに参加するを押せば会話に入れるようになります。これはちょっとこの間の同期のみの時のスタートの映像です。はい、ということで Zoom のアカウントの使い方と招待の仕方、それから最後参加の仕方までお話をしました。ぜひまだまだコロナの影響の日々は続くと思うので、ちょっとこんなのを使ってストレス発散したり、お仕事を今まで通りに進めてみたりしてもらえたら嬉しいなと思います。ではまた頑張りましょう。